体は間違わない。頭脳とは意外にバカであるテレビ CM で巧妙な俳優さんが健康食品の宣伝をするこれのおかげで助かっていますなどと言われると使ってみたいと思いたくなりますね超スリムのお嬢さんが今話題のダイエットマシンという機械を使って美しいボディーを自慢されるとなんとなく自分も痩せる気になってしまいます 俳優やモデルさんは最初から美と健康の持ち主であってそれを使って美しく健康になったのではないことぐらい分かっているはずなのに私たちは視覚や聴覚に訴えられるときちんと信じ込んでしまう俗に言う頭が良いとか悪い歯関係がない試しに次の設問に答えてほしい一人の占い師がいた 占い師は嘘つきだと。さて、占い師は、嘘つきか、正直かもしも、占い師が嘘つきならば、言った占い師は、本当のことを言っていることになる。したがって、占い師は正直と言える。今度は、占い師が正直ならば、やはり言った占い師の指摘の通り、占い師は嘘つきということになる。さて、真相はいかに 頭は間違いもするし騙されることも多い詐欺に遭う人の多くは頭が良い人だと言われていますこの場合の頭の良い人というのは確固たる成功ストーリーをにえと頭の中に描くことができる人なのでしょう詐欺に遭う以前から詐欺に遭う素質を持ち合わせていたつまり頭の良さは関係しないということですその点 体はは正直で、で間違ったことは嫌いです。怪我をすると痛みを発する。感染症などの病気になると発熱する。長時間起きていると眠くなる。お腹が空くと食べ物を食べたくなる。逆もかなりで怪我が治ると痛みもなくなる。発熱の原因になっている病気が治ると熱は下がる。 眠った後に目覚めると眠たくはなくなる食事して満腹になると食欲は下がるこのことが守られていないとどうなるか怪我をして痛みがないとその人は体を使い続けやがて細胞は崩壊を起こす病気になってもその人がそれまでと同じように働き続けると病気は治ろうとしない眠らずに起き続けると 食べれば食べるほど食欲が強くなるとすべて死の方向に向かいます。体は機能としてのアクセルとブレーキを生まれた時から備えています。生まれた時から備わっている機能に従順であれば私たちの体は間違いを起こさない。間違いが起きる時の多くは後天的に発達する頭脳の仕業です。間違うのは大抵。 頭であって体ではないのです。